チェチェン・イチケリア共和国大統領は、チェチェン分離独立派が独立国家であると自称する、国際的に未承認のチェチェン・イチケリア共和国の国家元首。チェチェン・イチケリア共和国は、初代大統領ジョハルド大夫の一方的なソ連邦からの独立と建国宣言により、建国されたが、これを阻止しようとするロシア連邦との間で、勃発したのが第一次チェチェン紛争である。 同国大統領は、ロシア連邦構成主体のチェチェン共和国を事実上の領土として統治していたが、第二次チェチェン紛争中の2000年に首都としていたグロズヌイがロシア連邦軍により陥落させられ、ロシア主導でチェチェン共和国大統領が擁立されたことで、それ以降は国家の統治者としての実態を失い、チェチェンゲリラ組織の指導者としてロシアに追われる立場になった。 その結果、第二次チェチェン紛争終結までに4人の大統領が、ロシア当局により暗殺されている。大統領死亡時は副大統領が、大統領職を継承した。2007年、第5代大統領、ドク・ウマ・ロフは、北カフカースの広域を支配する、カフカース市長国の建国とその市長への即位を一方的に宣言。チェチェンを、北カフカースの一地方である。 のキシっエスカレアへと解消して、チェチェンイチケリア共和国と、同共和国大統領を廃した。チェチェン独立派の中には彼に従わずに恩恵な、独立を目指すアフメド・ザカエフのような者も,もおり、ザカエフは2003年からイギリスに、政治亡命して、チェチェン独立のための政治活動を行っている。一方ロシアは、ザカエフを、テロ容疑者だとして、国際指名手配しており、 ロシアへの引き渡しを求めている。ありがとうございます。